ジュラオン、バ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 ジュラオン。ああ、時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自分のバジュラオン。蘇る理由さえ、正義の意味さえも、今は知らないお前だけれど、吠えろ前期前期、いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に、そうさ前期前期、その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオン、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 バジュラオン。その昔、縁のおずぬに命を受けし赤き御法の寄進あり、その名を前期。前期混合の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり、そして今この世に災い現れし時、無敵の鬼神前期は再びよみがえらん。ゴウラ、貴様も来たのか。年寄りは年寄りらしく隠居していればよいものを。グレン、貴様のような青二歳には任せられぬからこうして出張っておるのではないか。わからぬか。何何しに来た、アンジ。貴様の凍りついた顔など見たくもない。あまり怒ってばかりいると、せっかくの男前が台無し、グレ。カルマの子供たちよ、偉大なる暗黒神からの予言を伝えます。地上に我らカルマの破行の妨げとなる力が生まれたようです。なんと、そのようなこと。急ぎなさい。その力に飲み込まれぬうちに、地上に落ちた108つの憑依の実を我らの手で解放するのです。ならば私にお任せください。必ずやその邪魔者を始末し、地上に憑依の実を芽吹かせてご覧に入れましょう。頼みましたよ、偉大なる暗黒神のために。はあ、見ていろ、三者同士で誰が一番かということを証明してやるぜ。わかそう、相手が何者なのかもわからぬうちに手柄を焦って先走りを。慌てるマシラは渋垣をつかむか、グレ。しゃー、離せバカ野郎、俺様を自由にしろ。だまったく伝説とは大違い。態度はでかいし、言うことは聞かないし、乱暴だし、おまけに小さい時はちっとも役に立たないし。こんなの俺様の本当の姿じゃねえ。元の姿に戻せ、戻しやがれ。トニ
にかく早いところあんたを私の式神として自由自在に操れるようにする方法を探さなくちゃいけないんだから静かにしててよね。てめえ誰がてめえの式神なんかになるか。二度とそんな口が聞けないようにぶっ殺してやる。動けねえ。このゴホーリングがあればあんた手出しできないみたいね。何よ。うりゃうりゃうりゃ面白い。こりゃ千秋さきばあちゃん前期殿に何ちゅう罰当たりなことをしとるんじゃ。俺は前期殿。前期殿はおずぬ様が使われていた最高位の騎士様じゃ。丁重に扱わなくてはならん。おお、これが伝説の鬼神前期殿か。思ってたよりちょこっと縮んでおるようじゃがの。手錠に扱うと言うとろうが。千秋、お前も知っていよ。この世に災いを起しとき鬼神前期現れ全ての邪悪を打ち払わん。言い伝え通り前期殿がお目覚めになったということはいずこかで悪しき力がうごめきつつあるという証に違いない。悪しき力。この間みたいにおずぬ様が封印した憑依の実を狙ってくるような奴らのこと。それはわからん。だがきちんと払いし力を合わせなければ悪を打ち払うことはできんのじゃ。へえ、冗談じゃねえ。俺様はもう誰にも従わねえぞ。特にこんなバカ女にはな。待て。ほら、まだ話は終わっておらん。くそ、早く自分で元の姿に戻る方法を見つけねえとな。この匂いは邪悪の匂い。正気だ。憑依の実ともう一つ。式神町か。なんと醜き町よ。これだけ欲望が溢れていれば憑依の実を孵化させるのもたやすい。憑依の実。確かこっちの方へ逃げたはずなんだけど、前期のやつどこ行っちゃったのかしら。千秋さん。え、なんだ、和尚のところの栗林じゃん。あ、ねえ、前期見なかった？天気？今日は風も穏やかで いい塩梅ですよね。何言ってんのよ。あんたに聞いた私が間違ってたわ。私ちょっと急いでるからまたね。はい。ここか。この中か。ノボアラタンノタラヤヤチュボアリアラバロキティジンバラヤオジサヤトバヤマカサトバヤマカキャロニキャノニャヤタンサラバイシュタンノ。憑依の実を手に入れることなどこのグレンにかかれば容易なものよ。ここか。やっと見つけたぜ。なんだ貴様は。そいつをよこせ。何かと思えば。よこさないならてめえを取ってくれ。バカなガキだ。そのまま暴れた。罰
さらダンカン。飛べ憑依の身よ、欲深き人間のもとへ。どうして千秋さんの前だと上手に話せないんだろう。うちおいでよ。はあ、た例えば夜の公園で、好き、いいかいいか、仏に仕える者がそんな劣情を。でも一度でいいから千秋さんとデートしてみたいよな。お前の望み叶えてやろう。誰だ。それでさ、いや、お姉ちゃん、何するんだ。離していいよ。野郎は引っ張ってな。高木さん。体の奥底から欲望がみなぎってくるぜ。気抜きしちゃった。うわもらっていくぜ。はあ、もう暗くなっちゃったよ。前期のやつどこ行ったんだ。なにこれ、人間だわ。何ある、一体何事。もう逃げられないぜ。栗林、あんた何やってんのよ。誰かと思えば千秋じゃねえか。何すんのよあんた。子供の頃から超真面目でこんなことする性格じゃないと思ってたけど。知らねえな。女にしてやるぜ。取り憑かれてる。早速憑依したか。ならばその欲望今こそ解き放て。おいじゅうビード。の封印が強しかったわ。さて、千年ぶりの食事とするか。助けて、ザキ、ザキ。これは如来像が。この中には憑依の身が封印されておったんじゃ。天気殿、偉い目にあったぜ。あの野郎、今だったら100万倍にして返してやる。助けて、ザキ。俺様を呼ぶな。前期殿が消えた。前期、俺様一体。そうか、このリング前期を離れたところにいても呼び出すことができるんだ。よくも邪魔してくれたな小僧。てめえから始末するだ。なんだかよくわかんねえが、俺様は今めちゃくちゃ腹が立ってんだ。覚悟しろ。
最強の強度を誇る鋼の糸ドーマシ。無駄だ、もがけばもがくほど複雑に絡み合い二度と外れなくなる。ダメだわ、小さいままの前期じゃあの化け物にはかなわない。とどめだ。危ない、前期。バレト君真の呪縛、美女の刃にて空中を探破術、バジュラオンアーク、前進せよ、何前進。前期ここに元臨。バカな、あのガキが伝説の鬼神だと。このうつけが今さら気づいても押せんなよ。ジアキ、サキバちゃん、お姉さんたちを助けて。おお、こういうことならわしに任せとけ。どうだ、俺が俺様の本当の力、本当の姿だ。江戸の土産だ。待って前期、そいつを殺さないで。化け物になっちゃってるけど元は栗林なのよ。何じゃと。俺が栗林、命令するんじゃねえ。俺はこいつをぶっ殺して憑依の実を食いたいだけだ。何だって、言うこと聞いて前期。仕方あるまい。愉快、栗林とて仏門に入った坊主じゃ。化け物を倒すためならば己を犠牲にすることも厭わぬじゃろ。栗林、後のことはわしらに任せて成仏せよ。何都合のいい解釈してんのよ。それでもお寺の住職なの。そんなこと言ってたらあいつ絶対見境なく殺すわ。お願い、先ばあちゃん、前期を止めて。前期殿を操れるのは御法輪を持つお前だけじゃ。わしらの力ではどうすることもできん。そんな。我が子をましで今一度動きを封じてやる。もうどうすればいいの。おっ、大うつけだ。バカかな、今まで一度も切れたことのないゴーマシが。こんな糸で最強の鬼神太郎俺様を縛りつけられると思ったのかよ。さあ、さっきの礼だ。100万倍にして返してやるぜ。せやうめえ。前期のバカ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 、なんてことすんのよ。うるせえ、てめえも食われてえか。くっ、また元に戻っちまった。食べられるもんなら食べてみなさい、このろくでなし。お、これは。栗林、生きてるの。死んじゃいねえよ。憑依の身に完全に支配されていなけりゃな。前期のバカ、
知ってたんなら先に言ってよ。知ったことか。俺様がいちいち人間なんかに構ってられるかってんだ、この大うつけが。なんですって、やるか。大体あんた態度が出るよ。俺様誰だと思ってんだ。全役したら憑依の身の波動が消えた。カルマ様のおっしゃった我らの波行を阻む力、やはりあの町にあるということか。和尚様、もう勘弁してくださいよ。ダメじゃ。仏に仕える身でありながら憑依の身に取り憑かれてしまうとは全くなっとらん。僕のこと見殺しにしようとしたくせに、ひどいよな。何？いえ、別に。そうそう、私のスカートめくった分もしっかりやってね。え、それは…見てろ、元の姿に戻る方法見つけて絶対自由になってやるぜ。Yeah.